ロベルト、久しぶりじゃないか。君もアメリカに来ていたなんてな。お久しぶりです、バルバス監督。今日の試合楽しみにしていますよ。日系人の君には悪いが、今日の試合も間違いなく勝たせてもらうよ。すごい自信ですね。天才ディアスがいる限り負けるわけがないといったところですか。まあな。しかし日本を、大空翼を甘く見ない方がいいですよ。大空翼、日本の10番か。ええ、彼は私の教え子で、何より逆境に強い男です。そして翼もディアスと同じくサッカーの天才です。もし日本が負けるとしても楽な試合展開にはならないですよ。ロベルト。じゃあ私はスタンドで見させてもらいます。ああ、それじゃ。監督、今のは誰です？ロベルト本郷、元ブラジル代表の選手で私の友人さ。彼は日系人でね、今日の試合彼の教え子である日本の10番に注意するようにと忠告されたよ。日本の10番。ああ、あの南米スタイルはそれでだったのか。おっと、そろそろスタジアムに入らないとな。行こう。よし、みんな聞け。今日から決勝トーナメントに入る。相手も予選以上に気合を入れて試合に臨んでくるだろう。だがそれは我々ももちろん同じだ。挑戦者としての気迫を忘れるな。はい。ではミーティングに入る。今日の相手アルゼンチンは、一言で言えばファン・ディアスのチームだ。彼が中盤を支配し、味方にパスを配しながら自ら攻め上がり得点を重ねていく。他の選手は皆ディアスのために動いていると言ってもいい。つまりディアスを抑えることがアルゼンチンを抑えることになるんだけど、もちろんそれは簡単じゃない。特に彼のドリブルやアクロバティックなプレイは脅威だ。たとえ複数の選手をマークにつけても突破されてしまうかもしれない。それほどのレベルにある。ディアスはチームの絶対エースだから、こちらもエースを持って対抗する。翼。はい。君が中盤を抑えればディアスは動きを封じられ、アルゼンチンの力も大きく減少する。この試合託したぞ翼。はい。美咲、翼のフォローは君だ。頼むぞ。はい。俺はこの3年間ロベルトが残してくれたノートをもとに、南米式のサッカーの技術や哲学を身につけてきた。今日の相手ファン・ディアス、南米ナンバーワンとも言われているミッドフィルダー。俺のサッカーは本物の南米のミッドフィルダーに通用するんだろうか。みんな、決勝トーナメントが始まる今日からが我々の大会の本番だ。相手の日本は予選でイタリアやオランダといったヨーロッパの強豪を倒してきている。今一番勢いに乗っているチームかもしれん。だが恐れることはない。ディアスが中盤を抑え、皆がそれをフォローする。いつも通りの戦いをすれば問題ない。予選リーグ最終戦、我々が宿敵ブラジルと引き分け、得失点差でリーグ2位となったのは、こちらのトーナメントの山に来てより確実に決勝に進むためだ。だからこそ必ず決勝まで勝ち上がり、今度こそブラジルを倒し世界一を勝ち取るぞ。はい。ディアス、調子はどうだ？前の一試合休ませてもらったからな。もちろん絶好調さ。もう早くボールを蹴りたくて仕方ないんだ。
今日は初っ端から飛ばしていくぜ。今日も頼むぞティアス。任せとけって。貧しかった俺たちがストリートで鍛えたコンビプレイ、日本の奴らに見せてやろうぜ。あ、俺とパスカルがいればアルゼンチンは無敵さ。ジュニアユースワールドチャレンジ、いよいよ決勝トーナメントの戦いが始まります。その初戦は日本対アルゼンチン。アルゼンチンの主役はもちろん、予選リーグで大活躍だったアルゼンチンの至宝ファン・ディアス君。技術と速さを兼ね備えたドリブルや体操選手をもしのぐアクロバット能力から繰り出される才能あふれるプレーは他の追随を許しません。今日の試合、日本が勝利するには10年に1人の逸材と言われるディアス君をどう抑えるかがポイントになるでしょう。その役目を担うのはやはりこの人、日本の生んだ天才、大空翼くんでしょうか。サッカーの天才対天才、そして同じミッドフィルダーでチームのキャプテンでもある2人の激突が間もなく見られます。えい、日本の10番、お前のロベルト本郷仕込みの南米スタイルの技との対決、楽しみにしてるぜ。ロベルト本郷、ロベルトを知っているのか君は。ロベルト、うちのバルバス監督はロベルト本郷と友人なんだ。今日も試合前二人で話してたぜ。今日も。ああ、スタンドでこの試合を見てるってよ。この試合を。ほれ、もう試合が始まるぜ。どうしたの翼くん。ロベルトがこのスタンドのどこかにいるらしいんだ。え、しました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり。全日本対アルゼンチン、さあ試合。ロベルトがこのスタンドのどこか。試合中に考え事は良くないぜ。ボールはもらうぜ10番。くそ、来ちゃった。天才的なドリブルだ。あっと、ドライブシュートか。サムペン、なんとシュートコースを変えた。これはキャッチできない。パサロ君、この前球をキープ。ここは抜かせません。フェイントだ。ボールを浮かせた。そしてここで全ての力を込めて強烈な一撃が。
それ鋭く反応、キーパー反応するも決まった、決まった、期待にかなわぬ活躍です。嘘だ、俺が全日本、ここで作戦を変えた。バカな、高速で抜き去った。全日本、ここは全力の姿勢で勝利を掴み取りに来た。翼くん、スルーパスを狙う。高速で抜き去った。ボールを浮かせた。そしてここで全ての力を込めて強烈に進んだ。ガルバン君、横に飛んだ。ボールはまだ行く。ガルバン君、激しいタックル。ピアス君、鮮やかなタックル。思ったよりやるな。スリーシュートだ。翼君、息の合った連携から2人でシュートに持っていった。ブロックされたボールは上空。マサオ君、ここで奪った。ジゾウ君、ここは勝負を避けた。スリーシュートだ。翼君、これはゴールデンコンビが見せる大技。スリーシュートだ。やりました、翼さん。なあ、やったな。スリーシュートだ。こら、全日本、ここで作戦を変えてきました。素早くつなぎます。岬くん、パスを回す。おっと、フェイント。天才的なドリブルだ。高速で抜き去った。鉄筋を切り裂く。それ高速で抜き去った。ゴール前に持ち込んだ。アルゼンチン、ボールを奪うことができず防戦一方です。必殺のシュートを放つ。ハイステンガーだ。ガルバン君、このシュートが揃っている。まさに必殺の一撃です。決まった。全身のバネを用いたハイスティンガーだ。完成を決めてな。
横に飛んだ。決めたぞ。決めてきた。はっ、くらえ。はっ、ハイステイヤーだ。ここだ。それなかなか抜かせません。やったフェイント、天才的なドリブルだ。ドリブルでボールを運ぶ。高速で抜き去った。ここだ。これはドライブシュートか。ハサロ君、これをブロックに行く。止めた。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。ディアス君、ここからチャンスを見せるか。天才のドライブシュート。ほら若林君、このシュートに反応している。と止めた。翼さん、ナイスプレイ。ロングボールを送る。スリーシュートだ。突き飛ばされた。あ、弾きます。ボールを狙うも届かない。岬、ロングボールを送る。ハサロ君、このパスをカットします。さあ前半アディショナルタイム突入。ショーの始まりだぜ。いい流れで前半を終えたいところ。必殺のシュートでゴールを狙う。挑戦か。まさに死守、若林源三。ストラップに来ちゃった。ディアス、このスライディングが決まった。クリーンシュートだ。横手で鋭く反応、なんとか防いだ。ディアス、疲れたか。さすがにちょっと飛ばしすぎたぜ。このままだと最後まで持ちそうにないから、後半はいつも通りのペースで行くか。ああ、まだ俺たちには準決勝と決勝もあるんだ。ペースは考えていこうぜ。そうだな。前半はよくやった。いい試合展開だぞ。後半も油断なく集中して臨むんだ。翼くん、ディアスとすごくいい勝負をしてるじゃない。なんとかね。でも全然油断ならないよ。大丈夫、後ろには僕たちがいる。翼くんは思いっきりプレーしてよ。うん、頼んだよ。翼くん、後半もディアスを徹底マークして、このリズムを変えないようにいこう。君もディアスに負けないサッカーの天才なんだ。自信を持っていこう。頼むぞ。水木君、アメリカに来てからこれまで本当に戦いがいのある相手ばかりだ。そして彼らを倒していってこそ世界一のサッカー選手への道が開けるんだ。さあ行こう、みんな。後半もやるぞ。おう。何をやっとる。みんなディアスに頼りすぎだ。お前たちはアルゼンチンの代表選手だぞ。ディアス一人に頼るな。もっと自分のプレーに自信を持て。あ、はい。みんなのせいじゃありませんよ、ディアス。フィールドでの責任は全て俺にある。そのために俺はこのキャプテンマークをつけているんですからね、ディアス。それと試合前のあのロベルト本郷の忠告が当たったってことですね。戦ってみて分かった、あの中盤まだまだ底知れない力を持っている気がする。ディアス、すまんな。アルゼンチンゴールデンコンビなんて言いながら、俺はお前のトップスピードのプレーにはついていけないんだ。気にするな、パスカル。仕方ないさ。だって俺は
10年に1人出るか出ないかのサッカーの天才だからな。俺のスピード技についてくるあの10番の方が不思議なんだ。ディアス。でも大丈夫だよみんな。そんなに真剣な顔するなよ。この天才ファン・ディアス様がいる限りアルゼンチンは負けないって。もっと楽しく陽気に行こうぜディアス。良くも悪くもこのチームはディアスのワンマンチーム。彼のノリ一つで状況はガラリと変わる。後半も頼むぞディアス。タイムを終え、両チームの選手がピッチに散っていきます。日本でのライバルたちは今仲間となった。そして世界もまだ見ぬ強敵を求めてアメリカにやってきた俺たち。その最強の敵の一人、アルゼンチンの天才ファン・ディアス。行くぞディアス、俺は負けない。君との対決を制し、この試合をものにするために俺は完成したあのシュートを使う。日本の中盤、前半の戦いで少し分かったぜ。もしかするとお前も10年に1人出るか出ないかのサッカーの天才なのかもしれないってな。しかし天才と呼ばれる男は俺一人で十分だ。世界ナンバーワンプレイヤーの称号はこのファンディアス様がいただく。お前との対決を制してこの試合に勝つために見せてやるぜ、俺の新しい必殺シュートをな。後半も勝負だディアス。久々に楽しくなりそうだぜ。やばっか、決まった。終わった、フェイントだ。さあ、ここで見つかった。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。頑張れ。これはドライブシュートか。このシュートにジャンプで反応。不正だ。パスカル君、このボールをコントロール。激しいタックル。ドリブルと世界で戦うのは力不足だ。俺のドライブシュートけれど、みんなに力をもらって俺は生まれ変わらせた。行くぞアルゼンチン、これが俺の新しいドライブシュートだ。シュートだ翼くん。今までのドライブシュートとは違う。なんという勢い、なんという落差。スタークラウンスタジアムの上空に羽ばたいたフェニックスがアルゼンチンゴールを食い破った。やったね翼くん。やっぱお前はすげえぜこっちくしょう。ありがとうみんな。やったな翼。ヒューガ君のおかげだよ。あのブラックボールで俺はこのシュートのヒントをつかめたんだ。俺はドライブシュートを打つとき、ドライブ回転をかけやすいフォームで蹴っていたけれど、そのフォームと俺のキック力を 100% 発揮できるフォームは違っていたんだ。そうか、あの夜気づいたのはそれだったのか。
うん。だから 100% のキック力のフォームでドライブ回転をかけられるようになれば、今まで以上のドライブシュートになる。それが今のシュートさ。何を言ってるんだ、美咲君や石崎君、そして君の言葉がなければ、俺は自分を見失ったままこのシュートを完成させることはできなかったよ。さあみんな、残り時間も全力で戦うぞ。の華麗な技だ、美杉くん、センターラインを越えて攻め込む。それは負けるわけにはいかない。敵陣へ攻め込むの盾、松山くん、一発の突破だ。もらったぜ、のようなドリブル、敵陣を小さく、渾身のワイルドイーグル、クレーダーシュートだ。ボールに力を込め、足が飛び立った、弾いた。これはゴールラインを割ります。キーパーからのリスタートです。ここでパスカット。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。相田くん、これはうまく受け取った。翼くん、ここは勝負を避けた。おっと、攻守交代だ。ここは抜かせません。渾身のパスを見せてくる。ロングボールを送る。フェイントだ、息の合った連携プレーが見れるのか。ここでワンツーパス、翼くんスペースにパスを出した、高速で抜き去った。ここから一気に攻め込みたいところ、ボールを浮かせた。そしてここで全ての力を込めて強烈なテイクだ。このボールに飛びつく、これがネットに突き刺さる。決まった、一撃でゴールをゲット。この作戦指示が功を奏するか。ここは抜かせません。もらったぞ、フェイント。後半15分が経過しました。はあ、ここからラストスパートをかけてくるか。飛行機の華麗な技だ、美杉くん、蝶のように舞う。これぞ飛行士のプレーだ、美杉くん、飛行機の華麗な技だ。全日本、ここは全力で、僕の取っておきだ。うちを長く決めてみせ、ここだ。そして豪快なボレーシュートだ。パントキックで大きく蹴り出した。どうする、負けた。お箱のヒールリフトだ。おっと、美咲くん、二人で仕掛けてきた。行くよ、美咲くん。狙いすました。うん、二人で突破しよう。ドライブシュートか、ドライブシュートだ、すさまじいシュートだ。これはキャッチできない。ダブルが炸裂、息の合った連携プレーが見れるのか。ワンツーで折り返す、翼くん狙いすましたパスを送る。あと、これはドライブシュートか。翼くん、このシュートを頭でそらした。鮮やかに、まだまだこんなもんじゃないぜ。くらえ、こくだ。それ、ここは抜かせません。もらったぞ、フェイント。天才的なドリブルだ。高速で抜き去った。敵陣を切り裂く、ダッグルが炸裂。パサロ君、
ここはパスを出した。ディアスクさん、鮮やかな前線で飛ばしたい。体ごと押し出していった。カゾー、ジドー君、まさに走るダンプカーだ。素早くつなぎます。翼君、何、ボールは友達、渡しません。ドリブルでボールを運ぶ。これは南米式のドリブルだ。夢を乗せて。これはサイドの力を振るドライブコーナーだ。ガルトーニ君、これはキャッチできない。ここは抜かせません。全日本、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに行った。翼くん、スルーパスを狙う。このタックルは不発に終わります。天才の一撃が炸裂。翼くん、このシュートを頭で反らした。ボールはまだ生きている。パスを出します。パスカル君、パスを回す。体ごとぶつかっていった。おっと、ここだ。フェイント。ジェンセロ君、スライディングでカット。ナノ君、ここは抜かせません。カラーのような動き、すごいスライディング。ここはパスを出した。まさに圧勝。ゴールラッシュで力の差を見せつけました。勢いで優勝まで突っ走るぜ。勝ったぞ翼さん。僕たちは勝ったんだ。喜びの日本イレブン、全員がキャプテン翼くんのところへ。みんな、そうだ、みんなが力を合わせれば俺たちのサッカー、 J ボーイズサッカーは立派に世界に通用するんだ。やったぞみんな。負けちまったな、みんな。世界ナンバーワンになる男、ファンティアス。その伝説の始まり、第一章から早くも傷をつけられちまったぜ。その傷をつけた男、全日本の10番。ヘイ、10番ディアス。名前を教えてくれ。翼、大空翼だ。翼か。うん。その名前、一生忘れないぜ。お前との一対一に負けるなんてな、思ってもなかったぜ。知った顔だからちょっと油断しちまったかな。お前のドリブル案外やるな。ま、ディアスほどじゃなかったけど。そうだな、ドリブルの秀才ってとこじゃないかな。それじゃあ頑張れよ翼。準決勝も決勝も。うん、またね。今日は俺の負けだ。けれどいつか必ずこの借りは返す。覚えておけよ翼。
やるな。お前なら使いこなせるぜ、きっと。お前は本当に成長したんだな。キャプテンとして、ゲームメーカーとして、チームを引っ張り、個性の強い味方を率いながら、みんなのいいところをうまく引き出している。俺はお前とのあの別れのノートに、ミッドフィルダーになれと書いた。そしてお前はそれを忠実に実行し、俺の予想をはるかに上回る素晴らしいミッドフィルダーに成長したんだ。それに今日見せたあのドライブシュート、あれは俺が教えようとしたシュートを超えている。翼の想像力が生んだ翼のドライブシュートだ。俺がいなくても翼、お前は。ロベルトさん。片桐さん。今日の試合は勝ったけど、まだまだ完璧じゃない。これで満足していたら世界一の選手にはなれない。ロベルトもきっとそう言われたはずだ。このスタジアムのどこかで見ていた。ロベルトにも。翼くん。美咲くん。ロベルトのことだけど、本当にこのスタジアムにいるの？うん、リアスが試合前に会ったって言ってたから、きっといると思う。それなら片桐さんに聞いてみたらどうかな。片桐さんは代表のことでアメリカのサッカー関係者といろいろと話をしているみたいだし、もしかするとロベルトのことを聞いているかもしれないよ。そうか、ありがとう美咲くん。夜は必ず宿舎にいるはずだから、その時に聞いてみよう。うん。なあなあ、この試合どっちが勝つと思う？なんだよ、当たり前の予想じゃんか。つまんねえな。仕方ないよ、この大会のフランスは圧倒的だからね。フランスは全試合で4得点以上で失点はゼロか。確かにすげえな。フランスはどちらかといえば守備が弱点で、ピエールが守備に回ることもあったくらいなんだけどね。その守備がジャンの加入で安定したから、安心して攻めることができてるんだね。うん、ジャンのおかげで
守備の負担から解放されたピエールがその才能を全力で攻撃に振り向けている。これは手強いなんてものじゃないぞ。前半15分、ここまでフランスがナポレオン君のゴールで1点リード、優位に試合を進めています。早く追いつきたいウルグアイ、ボールをエースのビクトリーノ君に集める。さあそのビクトリーノ君にボールが渡った。南米の黒ヒョウの異名通り素晴らしいスピードでフランス陣内に攻め上がる。1点くらいすぐに追いついてやるぜ。あっとそのビクトリーノ君にフランスの選手が肉薄。これはジャン君だ。何この俺のスピードと互角だと。互角などであるものか。消えた。こっちだ。何あとジャン君ビクトリーノ君からボールを奪った。あいつトップスピードのままビクトリーノの死角に回り込みやがった。すげえ。さあ再びビクトリーノ君にボールが渡った。フランスのディフェンスも柔らかなボールタッチのテクニックで次々と抜き去っていく。そのビクトリーノ君に凄まじいダッシュでジャン君が接近する。今度はテクニックで勝負だ。好きにすればいい。どの道僕の勝ちは揺るがない。あっとビクトリーノ君再びジャン君にボールを奪われてしまった。南米のテクニックとはこんなものか。バカだピエール。ジャン君すかさずピエール君にパスだ。行くぞナポレオン、エッフェル攻撃だ。おう。これはピエール君とナポレオン君の素早いパス交換、ウルグアイ守備陣をあっという間に抜き去っていく。ピエール、ここは譲ってやる。決めてやれ。行くぞ。決まった。フランス電光石火の追加点、決めたのはキャプテンのピエール君だ。あの二人のコンビネーション、まるで翼と岬だぜ。うん、ナポレオンはシュートに目が行きがちだけど、実はパスもすごくうまいんだ。それにしてもピエールにあんなシュートがあったなんて。あのシュート、ゴールキーパーの直前で落ちたように見えた。あれは多分ドライブシュートに近いテクニックだよ。ドライブシュートは回転をかけながら上に上げることを意識して打つんだけど、あのシュートは回転をかけながら前に押し出すようにして打っているんだと思う。なるほど、ドライブシュートの応用なんだね。ここで試合終了の笛が鳴りました。フランス、ウルグアイを圧倒的な内容で一周、ベスト4進出を決めました。この試合、特にジャン君の存在が光りました。大会屈指のフォワードビクトリーノ君に全く仕事をさせない完璧なディフェンスでウルグアイを完封。今大会無失点のフランスの守備を取り仕切る、まさにフランスの盾とも呼ぶべき選手です。次はフランスか。分かってはいたけど強敵だね。どこが来ようと関係ねえ、ただ勝つだけだ。ピエール、僕は負けない。そのために早くあのドリブルを完成させなきゃ。岬、次はいよいよ君との対決だ。
楽勝楽勝、あくびが出るくらいだぜ。なあピエール。しかしキャプテン、スライダーシュートとエッフェル攻撃を見せてしまったが本当に良かったのか。構わんさ、これまでの俺たちだったら確かに温存すべき技だったかもしれないが、今の俺たちにはあれがあるからな。そうか、そうだな。俺の世界一まであと2つか。やってやるぜ。どうぞ。翼に岬じゃないか。こんな時間に一体どうした？ロベルトがこのスタジアムに来てるんです。片桐さんはこちらでもいろんな人と会っているし、それで何か知っているんじゃないかと思って。翼、どこでそれを知ったんだ？実は。なるほど、そういうことか。ロベルトさんがアルゼンチンのバルバス監督と知り合いだったとはな。そんなところから漏れるとは思わなかったよ。じゃあディアスが言っていたことは本当なんですね？ああ本当だ。ならばどうして俺に教えてくれなかったんですか？翼くん落ち着いて。それについては私も悩んだ。だがロベルトさんから頼まれたんだ。自分のことは翼に言わないでほしいと。そんな、どうして？それは。ロベルトが、そんなことを。ロベルトさんも悩んだ末の苦渋の決断だったんだ。そのことは、辛いだろうが分かってあげてほしい。それで今ロベルトさんは？まだこの島のどこかの施設にはいるはずだ。だが監督を務めているジュニアチームがアメリカの別の州の親善大会に招かれていて、今晩遅くに立つと言っていた。今晩ですか？ああ。翼くん、今ならまだ会いに行けるかも。ロベルトに会いに。翼くん、俺今は会いに行けないよ。どうして？あんなに会いたがっていたのに。そりゃ本当は会いたいよ。でも今俺はこの代表のキャプテンだ。一人勝手な行動は取れないよ。翼、それに何よりもロベルトはサッカーをやめたわけじゃないって分かったから。だから俺もずっとサッカーを続けていけばきっとまたどこかで会える、そんな気がするんだ。翼くん、うん、そうだね。翼、お前は心の底からキャプテンなんだな。待っていてくれ、私が必ず。ヘルナンデスが出場するって？指を骨折してるって話なのに。それでも痛み止めを打ってテーピングでガチガチに固めればパンチングぐらいはできないことはない。けど一本シュートを止めるごとにとんでもないダメージがたまるぜ。そこまでして試合に出るっていうのか？それだけチームに欠かせないキャプテンってことなんだろう。特にあのルチアーノがヘルナンデス以外の選手の言うことを聞くとは思えないからな。さあ開始から攻めるブラジル、カルロス君が早くもシュートレンジに入った。
ヘルナンデス君ナイスセーブ。骨折した右腕でカルロス君の強烈なシュートを防ぎました。カルロス、惜しかったな。あれでいいんだ。え？奴の右腕を砕いて交代させる。それがこの試合に勝つ一番確実な方法だ。さあ、イタリアの反撃。ルチアーノ君がブラジル陣内に切り込んでいく。出た！ここでルチアーノ君の必殺シュート。あっと、ケイジーニョ君、このシュートをがっちりとキャッチ。なんという反応の速さと軽やかなセービングだ。何？俺のシュート君みたいなファンタジスタと戦えて本当に嬉しいよ。俺もゴールキーパーのファンタジスタを目指しているからね。ゴールキーパーがファンタジスタだと？そうだよ。何かいけないと話してる場合じゃないね。ほら、アルベルト、行くぞ。レオ。あ、ボールを受けたリベロのアルベルト君、レオ君と共に前線へ上がる。くらえ。アルベルト君、遠目からの強烈なシュートだ。負けるか。ヘルナンデス君、これも防いだ。だがこぼれ球がカルロス君の前に。とどめだ。ついに決まった！カルロス君のシュートがヘルナンデス君の黄金の右腕を攻略した！あーっと、ヘルナンデス君、その右拳を抑え込んだまま動けない。今のシュートで大きなダメージを負ったのか？くそ、この右腕が万全ならば。どうやらヘルナンデス君、ここで交代のようです。いかに実力者とはいえ、やはり怪我を負っていてはさすがに限界でしょう。みんな、これでイタリアの戦力は大きくダウンした。だからといって気を抜かず、持てる力を目いっぱい発揮しろ。いいな。あ、ここで試合終了。ブラジル、イタリアを大差で下しベスト4に進出。守りの堅いイタリアといえど、控えのゴールキーパーではカルロス君やアルベルト君のシュートの相手はあまりに荷が重すぎました。そして一人攻撃を任されたルチアーノ君も、ヘルナンデス君が去った後は動きに精彩を欠き、後半に途中交代。一方ブラジルは要所でキャプテンのアルベルト君が檄を飛ばし、ようやくチームがまとまってきた様子。これで準決勝のブラジルが楽しみになってきました。ブラジルが勝ったか。まあヘルナンデスが途中交代しちゃうな。案の定ルチアーノもそこでやる気をなくしたみたいだしな。それにしてもヘルナンデスのあの意地は立派だぜ。拳が砕けてもゴールを守る根性か。翼くんから見て今日のブラジルはどう？カルロスは相変わらずすごかったし、チームも少しずつだけどまとまってきたみたいだ。やっぱり彼らは決勝にピークを持っていくように調整してるのかなって思った。僕たちにそんな余裕はないけど、確かに強豪国というのはそういうコンディション作りをするっていうね。つまり本気の本気になったブラジルが見られるのは決勝戦ってことか。
その本気のブラジルと戦うには俺たちも決勝戦に行かなきゃいけない。よしやるぞ。どうした翼、いきなり大声出して。あ、ごめん。よし、これからシュート練習だ。KG にも頼むぞ。うん、任せてよ。さあカルロス、思いっきり来い。行くぞ。どうしたんだいカルロス、今のシュートいつものキレがないよ。あ、ちょっと翼とあいつは自分の力の高まりを仲間の力によるものだと言った。それは俺がサッカーをするためだけに生きていくと決めた時に捨てたものだからこそ、お前たちを俺の前に行かせるわけにはいかない。そんなもので俺と対等に戦い、世界一の選手になろうとするサッカーを認めるわけにはいかないんだ。どうしたカルロス。なんでもない。そうか、ならいいんだが。アルベルト。なんだ。今晩練習に付き合ってくれないか。おう、今晩だな。分かった翼、俺のやり方を見せてやろう。仲間を使って強くなる方法をな。よし、それでは攻撃陣と守備陣に分かれてフォーメーション練習だ。それぞれポジションにつけ。ほらほら、行くぜ。俺たちのコンビが止められるか。そうだ、右パターン B だろ。分かってるぜ、任せろ。そうだ、ここにわしがいればシュートコースはかなり狭まるはずだい。石崎、俺たちはこっちを止めるぞ。おいよ、みんな俺が言う前に。くそ、攻め手がねえ。仕方ない、立て直すぜ兄ちゃん。次は俺たちの番だけど、君はどう攻めればいいと思う？あの並びだと石崎サイドの方がいろいろ仕掛けができそうだな。よし、サイドライン際は俺に任せとけ。よし、それじゃ行くぞみんな。たけし、この後ちょっと付き合ってくれないか。全力ダッシュのままダイレクトプレーに移る練習をしたくてさ。ちょうどよかった、僕もロングボールの精度を上げないとって思ってたとこなんですよ。よし、じゃあ向こうのスペースでやろうぜ。メモもここの動きだけど、右から相手が来た場合はこっちを絞った方がいいと思うんだが、どうだろう。なるほど、若島津くらいの飛び出しができるならその方がいいかもしれないな。よし、みんなを集めて話してみよう。みんな自分たちで考えて動くようになった。これも若林くんのメモのおかげだね。あのメモを作ろうって思いついたのはこいつが俺に意見してくれたからだ。俺はみんなの負けん気を煽ってレベルアップをさせようと思ってたんだけど、こいつに言われて気づいたんだ。俺の3年間の経験や知識も
しっかり伝えた方がもっといいって。だから元を正せばこいつのおかげさ。ああ、お前みたいな選手が増えてくれればこのチームはどこまでも強くなるぜ。このチームはみんなが真剣にサッカーに向き合ってる本当にいいチームさ。うん、みんなサッカーが大好きなんだよ。絶対に優勝しようぜ翼。うん、絶対にね。なんじゃ。おい。頼むぞ。お前と俺でチームを世界一にするんだ。お前は誰だ。よし。よし。何？
お前のシュートを癖で見せよう。物好きなやつだ。どうした？いや。あのさ。ああ。君は誰だい？頑張ってくれ。お？ああ。いいぞ。うん。
僕を感心させるとは大したものだ。すまなかった。ありがとう。やれやれ。おい、いや、うん、ああ、そうだね。ちょっといいかな。それは違う。頼むぞ。そうだな。いや。すまない。ちょっといいかい。
そうだな。ありがとう。僕はマーク・オワイラン。すまない。やあ。ボールを通じて会話をしよう。よし。
ありがとう。よし！はあ。よし！
いや。うん。よし。よし。やるな。よし。
どうした？頑張ろう。なあ、いや、それは違うぞ。そうだな。やったぞ。そうだな。頑張ってくれ。いいや。え？そうだ。ああ頼む。ああ、よし。
頑張ろう。いや、え？そんな。よし。いや。
ああ。やうん、よし。ありがとう。うん。え？よし！
よし。あのさ、